OECD 各国の GDP における社会的支出割合。オレンジが高齢者福祉。高齢者福祉とは社会福祉制度の一分野で特に高齢者を対象とするサービスのことを指し、老人福祉とも呼ばれる。講義では高齢者の所得保障や医療保障などを含む。日本では人口の高齢化が世界に類を見ないスピードで上昇。 高齢化率は21%以上の超高齢社会となり、サービス受給者は増加の一途をたどっている。各国の65歳以上人口割合高齢化は、サービスを必要とする人口の増加と、サービスの担い手であり、税、保険料負担の大きい若年世代の人口の相対的減少を意味し、増加する一途の費用をどこに求めるかが課題となっている。二千年度には、 介護保険制度が発足し、老人介護は公的社会保険によって行うこととなった。この背景には、各家族家により要介護老人を嫁一人が世話をしなければいけない状況や、独居高齢者で介護する親族が近隣にいないなど、家族や親族の介護力が低下し、寝たきり、老人発生の一因ともなっていたこと。介護力の低下と、 福祉サービスの量の貧困は自宅で介護できない高齢者を介護目的で医療機関に入院させる社会的入院の原因となり医療費の増加や高齢者の自立を遠ざける結果となっていたことがある。高齢者虐待は21世紀になってようやく対策が取られ始めているが悪質リフォームなど認知症高齢者への悪徳症法が2005年に大きく、 社会問題化するようになった。認知症老人の消費者詐欺を予防する対策として、青年貢献制度があり、全国的に日常生活自立支援事業が行われているが、サービスを使いやすくするための工夫や従事者の増員が求められている。第二次世界大戦後の高齢者福祉は、右肩上がりの経済成長のもと、一時期、 老年医療の窓口負担を無料としたり、年間5万円の公的年金も存在し、ばらまき福祉と言われた時代があった。しかし、オイルショックによる経済成長の陰り、予想をはるかに上回る人口の高齢化の進展によって、このようなばらまき福祉は財政上維持できなくなった。こういった状況を踏まえて1982年に老人保健法が制定され、 医療事業や保険事業を無料から有料に切り替え、老人保険法に該当しない場合のみ、老人福祉法による手厚い福祉が受けられるという体制に切り替えた。しかし、人口の高齢化はさらに進み、福祉の適用範囲を減らしたにもかかわらずまたもや、財政上破綻をし、従来老人福祉法、老人保険法の管轄であった、介護部門を別の財源で行うことにした。 これが、介護保険法である。このように高齢者福祉は、戦後のばらまき福祉から、徐々に国民が負担する体制へと変化している。こういった歴史的な背景から、高齢者福祉では、まず老人保険法と介護保険法が適用され、やむを得ない自由がある時のみ老人福祉法が適用されるという形式となっている。なお、老人保険法廃止後は、 老人保健法の医療事業は、高齢者の医療の確保に関する法律へ、それ以外の保険事業は健康増進法に引き継がれている。香港の長者計画、ありがとうございます。